念仏者は無下の一道なり。この念仏者は無下の一道なりという作品は、2000年に発表されたカンタータ第二章という作品の一曲です。歌詞は第二章の前半、親鸞聖人のお言葉による部分からの抜粋を作曲者が再構成したものです。曲は、念仏者は何者にも妨げられないただ一筋の道を歩むものです。という親鸞聖人の力強い了解から始まり、ドラマティックな音楽が展開されます。では、念仏者は無下の一道なりの練習をしたいと思います。この曲、大変言葉が難しいです。ですので、まず最初に言葉の表現から始めたいと思います。一番最初、こんな風に始まります。念仏者は無下の一度なりというふうに始まります。最初念仏者はという歌い方気をつけてください。そして続いて2段目5小節目に罪悪も業報というところがあります。ここは言葉に気をつけて、罪悪も業報とはっきり2つの言葉を表現していただきたいと思います。そしてその先7小節目になりますと、こんな風になります。念仏は行者のためにとなって、最初は念仏者でしただったんですが、2回目は念仏はというふうな言葉の付け方になります。これを気をつけて歌っていただけたらと思います。そしてまた2つの言葉が出てきます。今度は非行非善なりという言葉が出てきます。ここはこんなふうに歌ってください。非行非善なりというふうに、非行非善なりという言葉を伝わりやすいように歌っていただけたらいいかと思います。そして今度ずっと進んでいきますと22ページ親鸞はという言葉が出てきます。ここにも親鸞はという言葉の次に部門の教養のという言葉が出てきます。ここにも言葉を気をつけて歌っていただけたらと思います。ただここ親鸞はと入るところ少し難しいですので、少し指揮をしながら、演奏してみますので参考にしてください。では11小節離れたるゆえにから弾いていただきますので聞いてください。離れたるゆえに親鸞は父母の教養のためとてというふうに入るところ気をつけて、そして親鸞という言葉をしっかり重く深く入っていただくといいかと思います。このように言葉をはっきりと伝えるというところがとても難しいですので、何度も何度も言葉を読んでいただくといいかと思います。さてその次なんですが、22ページの最後の小節そのゆえはというところがあります。ここにもそのゆえという前に8分9符があります。この休符に気をつけて歌っていただきたいと思います。こんな音になりますね。そのゆえは弾いていただいていいですか。3,4というふうにうんというのが入ります。そしてここのうんのところにぜひ皆さん一歩前に出るように、うん、そのゆえはというくらいに
その休符をとっても大切に、そして次、そのゆえはというところを大切に表現していただくといいかと思います。この先にも休符があって、一切のとか出てきます。皆もってとか休符があって、その次に言葉があるというところが難しいところです。だからぜひ休符の時にちょっと一歩出るように、そんなリズムを作りながら歌っていただけるといいかと思います。とても重くて難しい曲です。そして、調もところどころ変わったりします。その時はですね、ぜひ、その時演奏する時の指揮の先生の、指先をしっかり見てですね、表現をしていただきたいと思います。では、この難しい曲、演奏を聴いていただこうと思います。楽譜を見ながら、そして耳を傾けながら、ぜひ聴いていただけたらと思います。どうぞ。Thank you.